てケンプペンギンたち自分の身長ほどの段差なら軽々と飛び越えることができるジャンプ力を持っているんです。小屋の入り口にはペンギンたちの足の裏を消毒するための消毒液の入ったマットが敷いてあります。このマットを踏んでもらってペンギンたちには小屋へと帰っていってもらいましょう。ケンプペンギンたち集団行動をする生き物なので、1羽が歩き始めると他のペンギンたちもそれに続いて歩いてくれます。逆に言うと1羽が止まってしまうと他のペンギンも止まってしまうんです。さあ最後の2羽も無事に帰れるかな。よいしょ。さあ最後の1羽も無事に小屋へと帰ってくれたところで、1回目のペンギンよちよちウォークはこれで終了になります。こちらの通路、一度開放させていただきますので、来た前も来られる方、ぜひご利用ください。